こんな話されたらそういうしかないよね。ごめんごめん。かなさんのことが好きです。もしもし。ごめん、出社少し遅れる。え、大丈夫ですか？カナさん今どこです？駅まで来てはいるんだけど。そこにいてください。え？はってでも会社には行くのに、パワハラって言われたことが答えてるのかな。それとも、僕でよければ話してください。夫とずっと口聞いてないんだよね。旅行中何かあったんですか？電話で元気なかったし。こういう状況になってみると、夫の存在が本当支えだったんだなって思う。でも本音をぶつければ喧嘩になるし、やり過ごせばわだかまりが残るし、なんかどうすればよかったんだろう。僕じゃ支えになりませんか？え、ごめん。こんな話されたらそういうしかないよね。ごめんごめん。かなさんのことが好きです。人としても女性としても。ありがとう。気持ちはありがたいよ。でも聞かなかったことにしていい？愚痴聞いてくれてありがとう。会社行こっか。